本当に行くの？暗くなってきちゃったし、やっぱりやめにしない？そうかもしれないけどさ、兄貴は定期的に輸血しないと死ぬんだよ。こんな場所で倒れたらどうするつもりなのさ。もうなんでそんなにのんきなのさ。さっきもふらついてたけど、無茶はしないって約束じゃないの？私なら大丈夫だよ。それくらいでどうにかなるほどやわな体じゃない。なんならそのためにずっとそばにいてもいい。兄貴ストップ、またふらついたよ。今度は石につまずいたわけじゃないでしょ。ねえ兄貴、血を分けるって言ったけど、実はもっと簡単な方法もあるんだよ。所詮応急処置的な効果しかないからね。でも毎日少しずつでも続ければそれなりに進行を遅らせられるはずだよ。何呆れてるのさ。私は真面目だって。磁界キーを無効化する酵素は私の体液に含まれているんだよ。お手軽でしょ？あれ？まさかいやらしいこと考えてるんじゃないよね。これはあくまでも治療行為だよ。で、どっちからする？兄貴が緊張するっていうのなら、私がしてあげてもいいけど？まだそんなことを聞くんだ。空気が読めない男は嫌われちゃうよ。小難しいことを考えるのはやめたら？私と兄貴の間には。何もないんだからさ。もしかしてキス程度で緊張してるの？だったら楽しみなよ。女のリードの仕方がわからないのなら私がレクチャーしてあげるから。ほらほら、童貞の兄貴にはいい練習になるんじゃない？兄貴、がっつきすぎだってば。そんなんじゃ好きな女も逃げちゃうよ。野暮なことは言わない。兄貴はスエゼンすら食べないせいでいつまでたっても卒業できないんだから。兄貴ってわかりやすいよね。耐久レースよりこっちの方が楽しいよ。シュミクラム戦と同じ要領で私の守りを破ってみなよ。
そうそう、兄貴はそれぐらい強気な方がいいんだよ。残念、力尽くじゃ私は。こうするんだよ、兄貴。やだ、待たないよ、今の顔。かわいいし。男ならこれぐらいやらなくちゃね。でも兄貴には難しい注文。言ってるのに。なんて顔してるのさ。あたしこそらしくなくてごめんね。ああ、兄貴のこと童貞だってバカにできなくなっちゃったな。やっと追いついた。私一人置いていくの。ひどい。あっと、カンナか。ごめんごめん。だからここで待ってたんだって。ユーリが素直に謝るな。何かあった？何って、兄貴の生まれ故郷でしょ？限界集落。
ここは会長とはちょっとした縁のある村なんだってさ。だからこんな像が立っているんだと思う。ちょっと調べればこれくらい出てくるよ。ここ地面高一郎の竹内場所。本当のことかわからないけどね。ねえ兄貴、もう帰った方がいいんじゃない？こんな寂れた村なんだ。次回忌の解除法なんて見つからないよ。そもそも姫の剣が片付いていないし、長居できないんじゃない？血液だって体液だって何度でも分けてあげるからさ、もうこの村から出ようよ。でもさ、そんなのあるわけないよ。こんな寂れた村に何の用じゃ。よそ者がここに来てろくなことになった試しはない。とっとと出て行ってくれんかの。今でこそ寂れておるが、昔は緑豊かな村だったのじゃよ。わだつみの残党がこの村に住み着くまでは随分と昔だがな。違法なクローン製造施設を建て実験をしておったよ。表向きは養護施設なんぞと言っておったが。ちょっとあんた、いい加減なこと言うなよ。そんなものがこんな村にあるわけ。今はもう存在せんよ。施設は十数年前に何者かによって襲撃され破壊された。この村も巻き込まれた。多大な被害を被ったよ。そしてその後、施設の廃墟から処分されたクローンが大量に発見された。そりゃもう大騒ぎになったもんじゃ。もっとも、その事件は公にはなっておるようじゃが。兄貴、やっぱり眉唾だって。相手にすることないよ。気になるなら行ってみりゃいい。何も残ってはおらんと思うがな。どの道わしらには関係ないことじゃ。くれぐれもこの村を巻き込んでくれるなよ。兄貴、本当にこんなところに入る気なの？ほら、じいさんのほら話かもしれないし、本当にそんな施設だったとしてもこの様子じゃ何もないって。こっちから入れそう。ちょっとカンナ、この裏切り者。私もここに興味ない。
なら何か残ってるかも。どうするの？私も付き合うよ。準備完了。元は外部につながっていた形跡もある。存在を隠すため無理やりに切り離したと推測。兄貴、気をつけた方がいいかも。なんだか気な臭い。正解。センサーに敵影を発見。わからない。IFF には反応なし。私はもう、ゲシュペンストを追ってここに来たんだ。30年前の戦争後、天元はこの島から逃走した。そして私が見つけた最後の足跡は、16年前、富岳の奥地にある秘蔵紙密造施設にいたということまでだ。亡霊絡みの事件ってのは結構あちこちで起こっていてね。私はそれを追って、何年もずっと戦い続けてきた。館内城の引きこもりだ。穏便に話し合いとはいきそうにないね。お掃除。何かご用ですか？どうしたの？この一撃に！ミオラ！この感じ。この一撃に！ミオラ！
これだけやれば。そっちだぜ。クロクター。決まった。そこか。こっちだぜ。これだけやれば。そこか。よし。嫌い。そこか。こっちだぜ。クロクター。そこか。こっちだぜ。クロクター。嫌い。そこか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 。捕らえた。どっちだよ。そこか。チェックメイトだよ。そこか。こっちだぜ。ブロックだ。嫌い。そこか。こっちだぜ。嫌い。そこか。こっちだよ。これだけやれば。そこか。こっちだぜ。嫌い。嫌い。なんだこいつら。これだけ壊せば大丈夫か。ここはあまり長居はしない方が良さそうだな。だね。カンナ、データベースの場所は分かる？多分正面の入り口に入ってすぐ。今のうちに行って。この様子だとデータも残っていないかもしれないな。念のためにサルベージを試す。伍長、手近な端末に触れて。やあユーリ、お前も手伝ってくれ。ユーリ、どうした？何か気になるものでも。おかえりなさい。この子たち、どうした？ユーリ、何言ってるの？何って、ここに子供たちが。ユーリがおかしくなった。哀れ。おい、カンナこそ何を言ってるんだ？ここにいる子供たちが見えないのか？伍長まで。子供なんて見えないし、電子体の反応もない。クロクター嫌い。こっちだぜ。嫌いだよ。
カンナ、もう敵はいないか？多分、とにかくサルベージを急ぐ。ああ、頼む。解析完了。兄貴を助ける方法は見つかったの？違う。でも記録映像らしいデータが残ってた。映像か。カンナ、すぐに見られるか？問題ない。兄貴、今はそんな状況じゃ。いや、直接有用なデータでなくても何か俺に関わる映像があるかもしれないだろ。共有した。再生する。これは俺なのか？カンナ、もういいよ。この不愉快な映像をとっとと止めて。わかった。あれ？
じゃあ何があったの？どういう意味かわからない。確かに一瞬バグったけど、映像はずっと前に止まっていたのに、あなたは一人で何かを見つめていた。兄貴には何か見えたんだね。それで何か思い出した？まだ思い出していないんだ。だったら、思い出す前に私が殺してあげる。ユーリ、何をしているの？見てわかんないのかい？兄貴を撃とうとしてるんだよ。できないことはやめた方がいい。あなたには撃てない。うるさいな。カンナは黙っててよ。ユーリのために言っている。早くそれを下ろして。だからうるさいって。その口を閉じないとあんたから先に撃つよ。兄貴は悪くないよ。でもこれは私の役目なんだ。なら私が説明してあげる。胡蝶、一つ確認。映像に映っていた男の子はあなたに間違いない。じゃあやっぱり思った通り、やっぱりあなたが空だった。施設で何かの目的のために作られた。ユーリはそれを知っていた。だからここに来るのを止めようとしていた。そうだね。兄貴には何も知らないままでいてほしかった。できればずっとバカなことを言え、兄貴の世話を焼いていたかった。でもこうなった以上、私が肩をつけなきゃ。そう約束したんだから。カンナ、そこをどきな。どかない。撃ちたければ私を撃てばいい。あんたが兄貴をかばう理由なんてないだろ！理由はある。彼の死は私の存在意義を消すこと。わからない。私たちはおそらく五条のための実験台。そのためにあなたも私もこの施設で生まれた。兄貴こそ逃げないの？こんな時にプレッシャーをかけないでよ。打ち損ねたら大変なんだからさ。くそ！どうしてこんなことに。
私は兄貴と一緒にいたかったのに、なんでこんなことをしなくちゃいけないんだよ。分かってる、そんなの分かってるさ。だけど囲まれてる。よりにもよってこんな時に。二人とも逃げるよ。動くな。なぜ笑う？貴様、何をしている？Okay.